つを誤解してた。高橋の目、ただただおちゃらけたやつだと思ってた。でもやっぱりアイドル EGP ジュニアチャンピオン強えよ。めちゃくちゃ強え。こんなこと言ったらヘビー級として先輩としてダメなのかもしんない。でも強かった。首やっちゃったもん。対決クソみたいな対決だったけどよ、俺は負けた。でも負けた、このままじゃ終わんねえよ。そうそう、この新日本プロレスの戦争の熱いリングの中でシングルマッチ組まれねえんだ。俺のやっとね、やっとの思いで掴み取ったんだね、棚からボタン持ちで。この騒動があったから俺がエントリーされたわけかもしんねえ。でもこのチャンス絶対ものにしたかった。でもできなかった。これが俺の今の実力。でも俺みたいな弱っちいやつが今この時期このご時世こんな時だからこそ、俺が俺みてえな弱っちいやつが頑張んなきゃ誰が頑張んだよ。みんなの手腕となって絶対俺は諦めねえ。絶対この新日本プロレスのリングでトップベルト諦めねえからな。絶対諦めねえ。ただ最後に広め、首が痛えよ。痛すぎる、痛すぎる。舐めてた。本間智之を舐めたんじゃねえ。こけしっていう技を舐めたんだ。こんな痛いなんて知らなかった。明日試合じゃなくてよかった。おい、本間、お前本当に怪我したのかなあ。首本当にやってんのかよ。俺がエルボー何発してもビクともしねえじゃねえか。全然曲がらねえ首だ。それで怪我しただと、ふざけんな。その怪我お前をいつまでも引きずんじゃねえぞ。そして見てる人間、あいつが怪我をした、俺を怪我した、俺が怪我した、そんな風に思いながら見るんじゃねえぞ。そんな見方して何が面白いんだ。何回でも言うぞ、何回でも言う。さすがだ。正直簡単に1回戦突破できると思ってたけど、ここまできついとは、ここまで体が痛くなるとは思わなかった。本間智之、面白い。何回でもやりたい相手だ。笑っちまったらゾクゾクした。試合中にゾクゾクして興奮が止まらなかった。ほんまにこの攻撃をしたらどんな悲鳴を聞かせてくれるんだいなあ。どんな風に痛がってくれるんだいって思いながら試合したのはとてつもなく気持ちいい。いい快感だった。気持ちかった。おお、楽しいな。こんな楽しい試合があと何回できるんだろう。やめられないな、やっぱりプロレスっていうのは。さて、次の対戦相手決まったのか。誰だ。矢野徹選手になります。スーパーヘビー級じゃねえかよ。すげえ楽しいな。なんだ、ここ最近見始めた人間にとっちゃ俺と矢根はYouTuber 対決とでも言いましょうか。ねえ、そんなような感じでしょ。ねえ矢野徹、俺もあんまり記憶に。矢野徹、矢野徹、矢野徹、やだやだ、矢野とだけはやめてください。矢野とだけは、矢野だけはやめてくれ。なんで勝ち上がったんだよ。矢野だけはやめてくれ、やめてくれ。今から
から何とかなりませんか、今から何とかなりませんか、やると俺だけは本当にやだやだやだ、思い出したくない、思い出したくない、終わりだ終わりだ、ふざけんな、終わりだ、やることだってやんねえさ。